そう、三笘活躍が当たり前でね、メッシュみたいに2ゴール取ってもドリブルで抜けなかった日は不調って言われるみたいな、そういう選手になったらしいです。久保なんかもうあれだもんね、ソシエダが久保依存になってるっていうか、もうソシエダのビルドアップはもうサイドバック低い位置で開いてハマるから、ライン間で受ける選手のクオリティがもう物を言うみたいな。ブライス・メンデスとかが頑張って前向いて久保使うとか、あと切り替えの瞬間に奪ってトラオレとか早めに久保預けてくれて仕掛けられるみたいな。久保守備も上手いしね、まさにね、 あの、強度の継続性が出てきたから。あと、あれですよね。ティアニーが今後仕上がってきたら、ティアニー側から久保へのクロスとか、ああいうの入ってくるから、それで久保の得点力が増えると思うんで、今、左からの攻撃が、ちょっと弱いところに、なんていうか、久保の可能性がまだ狭まってるから。あと、あれですね。オヤルサバルが今後ゼロトップっていうか、まあ、オヤルサバルやってることはあれワントップなんですけどね。ライン間で受けれるタイミングで降りてくるのが、 いなかったりす降りてくるっていうか、現れるのが苦手だったりして、後半ちょっと改善されたけど、オヤルサバルがさ、相手が赤でソシエダ、こういう形でやってるじゃん。オヤルサバルがライン上にいるから、だから点取ったシーンとかもさ、オヤルサバルが切り替えの瞬間で降りてて、ずれてるところに久保出てったじゃん。これがベーシックになると、この久保の抜け出し久保できるし、これで絞ってたらよりそう久保がね、この、ここの抜け出しされたくないからサイドバック絞ると久保が受けやすくなるから。 だから、ソシエダのチームのクオリティー上がると、久保がもっと活躍しやすくなるから。今みたいに活躍しやすい状況じゃないけど、質で活躍してる久保竹さんはすごいですね、本当に。周りがこうでこうだったらなって言われる選手は多かったけど、周りがこうでこうで悪いんだけど、久保は活躍してんだよねっていう、そういうふうになってるね。美穂さん、今度の年勝てると思います。もう自方で勝てる戦力になってきたよね。そう、だからね、あの、森安さんが代表の監督で会うようになってきたんだよね。 昔はさ、あの、もう日本代表でこういうの修正案もうされないから、レアル・マドリーとかブラジル代表みたいに、それぞれの個人の判断が良くて戦術的に見えるチームっていうか、うまくいくみたいな。あるじゃん、マドリーでもそういう状態の時。っていうのを目指すしかないみたいな。実は本当に、久保田、ね、鎌田だ、遠藤だ、三笘だ、つって、そう、で、トップに上田綺出てきて、みたいな感じだから。うそうなると、今度そのね、チームのタレントが揃って、その選手たちを頑張らせられる監督。マドリーだとアンチョロって、昔だとデル・ボスケとかね。まあ、そういうのに、 なってきたから、まあ。もったいなさも感じつつ、うん、まあ普通に大崩れしないから変な監督が来るよりいいなと思った。ね、ウィングの質トップクラスですね。CL どうなるだろうボール持たないでショートカウント、だからね、あの、この間すごいソシエダ点取ったけど、普通に今後も点取れない試合とか、久保いなくてやばいみたいなありますね。全然。久保が怪我しないことって本当に重要ですね。ソシエダにおいては。そう、久保良かったね。あれですね。トラオレいるじゃん、右サイドバックの。トラオレが、 トラオレ史上一番トラオレっぽくないプレイしますよね。顔出さないっていう。すごく脇役に徹するっていっぱい走ってくれるし、守備してくれるし、何よりすぐ久保にボール渡すっていう。だから、パスのテンポ良くなってきましたねっていう、あの、解説の方も言ってて。本当あの、いい時間帯そうなんだけど、トラオレいっつも久保にすぐ渡してくれて、あれがね、意外にいないじゃん。マフェオとかさ、今まで久保が組んでるサイドバックって日本代表以外さ、みんな顔出そうとするじゃん。 いいいい、お前いいみたいな。ガオ出すでおなじみのサイドバック今映ってますけど、シティで。だからトラオレがね、ほんと、久保が欲しいタイミングでパスくれるし、で最後の久保のさ、オンゴール何らかってやつとか、久保がいつもトラオレにすぐパス出すから、今回もそうだと思って、そこでキックフェイントかけて、一回溜め作ったりしてるからね。そう、シンプル一番なのよ。トラオレ族なのにガがないだとってう、そう、ほんとそうなの サッカーの高いかっていうと、守備の判断とか見ると、裏キャーできたがあたり、ロックできてないとかあるから、サッカーの高いとか分け上がってるまで言うのはちょっと危ないんだけど、ただ、もう、ちゃんとサイドバックやってるっていう。やっぱり年齢いってるのがいいね。30超えてさ、フリー席で、あの、ソシエタ来た選手だから、こっからもう一回売れようとしてないのがいいね。受ける人より番組うまく回す人みたいなさ、若手のガツガツさがないのがいいわ。あのポジションだと。そこが良かったと思いますね。あとはまあ、 グラナダのクオリティ的に久保がそんなにプレスバックしなくても、あの、トラオールと他の選手のサポートで間に合うっていうか、か今回の試合、久保自体の攻撃性能のところで言うとベスト試合かもしれないけど、守備とか含めたらもっと、あの、今日が悪いとかじゃなくて、久保がもっと頑張ってる試合って多分いっぱいありますからね。久保師匠一番パスクレスサイド。<laughs> 思いますね。ケアにもっと良くなるでしょうね。でも最初にしてはめっちゃ良かったんじゃないですか。すごい応援しちゃうよね。アーセナルでやることと違くて、まあ、中入ってる瞬間もあるんだけど、基本的にね、普通にサイドバックやればいいから。 苦手なことやらされてないのがね、久保マンオブダーチね。もう久保に依存してるぐらいの感じでしたよね。前の、なんか、ダビドシルバーぐらい。普通なら失うけど、久保とあと、右の、左の、左木の,の、ブライトメンでしたっけあの選手が失わないから、なんとか配置、あれでも、サッカーになってるっていう。いやー、だから仕上がってきたい、日本ね。三笘久保、伊藤いて。 今度はサッカー特な話なんですけども、昔から言ってるけど、そろそろあれですね。選手が育ってきた分、もう森保監督っていうのが、むしろ適材適所になってきましたね。日本の選手の成長によって。振動って言われて順調に成長してるんですかやっぱどっかではつまずくからね、ウーデゴールもクボもね。そこでちゃんと腐らなかったのがでかい。でもソシエダはあれですよ。さ、あの、ソシエダっていうチーム自体は別に普通っていうか、守備がいいだけで。 攻撃はガンガン人任せっていうか、今後も点取れないで苦しむ試合あると思うんです。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいねチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。どうぞどトボでした。バイバイ。